はい、おはようございます。今日はちょっとくどい髪型をしておりますが、わけあってです。半襟を変えました。こちらは浜松抽選の北谷さんの、もう開いたらもう星空になるすごく可愛い半襟なんですけど、わからないな、こっちが黒っぽくって、こっちが緑っぽくって、こうグラデーションになってるんですよ、ちょっと色っぽい襟でございます。男性でも女性でもいけると思います。結構浜松抽選って大柄が多いんやけど、これはね小さい柄なので使いいんではないかと思います。大柄が苦手な方でも。で、今日はビンゴガスリを着ます。ちょっと昨日YouTube ライブを日曜日したんですけど、今日は月曜日なんですけどね、 YouTube ライブをしようと言ったのが土曜の夜にマネージャーが言ってくれて、金曜日その話をしてて、で土曜日準備するからしようよって言ってくれて、あんあんって言ってたのに、朝顔、土曜金日曜の朝顔洗ってタオルを洗濯機の中に入れようとした時かな、グギって言っちゃって腰を痛めちゃったっていう。でもうその後にちょっと歩いたりとかいろいろしてたんだけど、どんどん痛くなってきて、ああダメだわと思ってちょっと横になって寝て、で起きて、でもうね夕方の6時ぐらいかな、マネージャーがさ、もうやめとく、今なら間に合うよ、やめとく、YouTube ライブ辛いんじゃないって言ってくれたんだけど、やりますって言ってやったと。でもやりますっていうスイッチ入っちゃうと、なんだろう、その痛いんだけど動けるようになってね、逆にやっぱ気の持ちようだよね。あーもうダメかもしんない、痛すぎるっていう思いと、もうでも体はちゃんと休んでるはずだから本来はそこまでひどくしてないはずだと思って、ある程度こう自分でコルセットとかしてスポール板とかして動いて、で少し座ってみて、あズキズキしないなっていうのを確認してやろうって言ってやったという感じです。なので腰が今すごく良くない状態です。腰が悪いけれなので、そうほんでちょっと早いんだけど、整体の先生に電話して、整体行く用事を作ったんですよ。見てもらおうと思って、もう最近本当に、多分生理不順で、なんて言ったらいいんだろう、骨盤が緩くなったり硬くなったりを繰り返してるような感じが自分でもあって、それぞれの体ですよね、本当にその人にしか分かんないことだと思うんですけど、調子がすごくよくって、めっちゃ体動かしたくてついたり蹴ったりする時もあれば、いきなり来る時もあるっていう、ちょっと微妙なお年頃なんですけれども、大丈夫です。再来年にはめっちゃ元気になってますから私。再来年構想でございますよ。再来年には私はめちゃめちゃ元気になって、みんなと着物交換会を楽しむという妄想でございます。はい、大丈夫です。もうね、今年は大変、来年も今年のしわ寄せで大変、でも再来年はねもう楽しいことしかないからって思うようになったら、なんか気持ちがすごくすっきりしたの。だからみんなもそうだったらいいなって思って、先のことを考えるのは大事なことなんだけど、あんまり先すぎると届かないっていうので、すごいそれもプレッシャーになるんだけど、ちょっと届くぐらいの先にめちゃめちゃ美味しいご褒美を置いといたら、それに向かって笑顔で頑張れるかなと思ったんです。きっとすごく楽しみにしていたコンサートを行けなくなった方とかもね、本当に楽しみにしていた卒業式、卒業旅行行けなかった子どもたちとかも本当にいっぱいいっぱいいると思うの。もう今年がっかりしなかった人は絶対いないぐらい、本当に不愉快な日々を過ごすことになっちゃったから、何ができる、何か私できるかなって思った時に、
まあ何にもできないんだけど、何もできないんだけど、私だったらそんぐらい先にすごい楽しみがあれば、なんか今から先も予定が潰れたりうまくいかなかったりしても再来年はきっと安泰だって、こうなんかなんていうのかな、心の拠り所になるのではないかと思います。はい、ちょっと今日襟濃いね、襟が濃い。ちょっと開けよう。なんでこれ開けるかっていうと、これ昨日のその YouTube 見てた時に届いたゆうちさんの帯をつけたかったんですよ。この、はい、猫の遊郭ですね、こちらの帯をつけたかった。はい、ちょっと待って、暗い、もうちょっと明るく、これぐらいかな。はいはいはい、この帯をつけたかったんです、私。これですね。そう、この色が正しい。ちょっと淡い色でございます。はい、あ、ちょっと治ったね、さっき暗すぎたんだな。あ、これはすごい暗い。こんぐらいかな。うん、こんぐらいですね、見た目が。でこれをつけて、ちょっと色っぽい色の紫の帯締めをして、で遊郭柄なの、ほら遊郭柄なの、なので、あのまあ遊女っぽい髪型はそんなの言えやしないし持ってないので、ちょっと横髪を止めたらなんかちょっとふざけた感じに見えるかなと思って止めたただそんだけなんだけどね、まあ、すぐ整体行くだろうっていうね、まあ、腰痛持ってんだろうっていう現実は置いといて髪型だけちょっとね、あのなんだろう、そのちょっと緩い感じ、ちょっとだらしない感じの、あのだらしないって言い方もあれだけどね、計算しただらしなさを出してみたかった。あ、それが正しい言葉かもしれない。ほら、もうすごい立派な大人だからさ、どんな髪型したっていいんだよ結構ね、こんなあのくどくどのくどいコーデはあんましないんだけど、今日はちょっとお遊びですぐ整体行っちゃうし、でこの帯つけたの見たいっていうあのリクエストもあったので、そういえばつけなきゃなと思って着替えました。この裏地が私持ってる前買ったやつとちょっと違う、もっとサラサラしてるわ。うん、サラサラしてて猫の毛がつきにくくていいわ、同じ黒でも。だからちょっと軽いかもしれない、前のご裏も前ちょっとごつかったんだけど、あれなのかな、ちょっとずつやっぱ変わっていってんのかな、素材が同じ面でも。面なんていっぱいあるからね、生地っていろんなのあるからね。変わっていってんだろうね、きっとね。あら、その着物交換会を、着物交換会の話なんですけれども、結構もう私これは本当に雑で申し訳ないなと思うとこなんだけど、YouTube やって長くって、あとその見てくださってる方が固定の方がかなり多くって、初めての方がちょっとね分かりづらいのかなっていう気が、不安はあるんですけど大丈夫です。今初めて見ましたって方も、再来年のイベントの話をしてるんで大体わかることになります、最終的に全然安心してくださいはい。でまあ着物交換会っていうのは、あの自分が持ってる着物をね、あのもう着ないなっていうものを着る人に、
こう着る人にお渡しできればなというのがあったんですよね。まあ、リサイクルショップでいくらかの値で売るっていうのも一つなんですけれども、そうやってつながっていけばいいな、着物好きの方が持ってた着物がまた新しい着物好きの方に、できれば着物初心者の方には本当に参加してもらいたいなって第1回の時も言ってたんですけれどもね、なかなかね心配で不安でなかなかっていう方も結構おいでだったんですけど、やっぱりね着物初めて数ヶ月ですっていう方がみるみる、なんて言ったらいいのかな、不安がなくなって楽しい着物生活になったんじゃないかなと思って、それである程度ベースができたら逆にこういう私が普段着ているようなリサイクルじゃなくて作ってる自分のサイズでね作った木綿とかね綿麻とかの着やすい着物っていうのを浮いたお金で買っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよね。それするためにはまずいろんな全く何もないって方はねいろんな着物着てみるのがいいと思うんです。寸法を当てがらってみてこれですよって言って着てみてもちょっと分かんないっていう部分があって、何回も着ることによって自分腰紐の位置ここがいいわとか太さこれがいいわとかいろいろ出てくるんですよね。そういうのを把握してから作るっていうのが大事なので、もう失敗してほしくないし無駄遣いしてほしくないし、普段着の着物を着たいっていう方がね無駄にローン組まされたりとかそういうの絶対してほしくないんですよ。なのでこういうイベントがあったらいいなと思った次第でございます。はい、でこちらの帯の説明しておきます。猫の遊郭柄でございます。ですね、言わずと知れた大阪の井内商店さんの帯でございます。綿帯でございます。ここが16センチだったかな、で長さもちょっと4メーターぐらいでちょっと長いんですけれども、綿帯で、まあ、中に芯がその入ってない感じで柔らかい目です。でも綿帯なのでそんな軽くもなくという感じです。遊ぶには非常に楽しい帯だと思います。1万円ぐらいで販売しております。ぐらいでとしておきましょう。ネットで見たらすぐわかるからネットで見てください、はい。井内さんの商品は即納っていうのがすぐに届くんですけれども、その他は2ヶ月待ちですとかっていう商品でございます。前に私が買った猫の帯と同じ時に買って、これは、待って買ったんですよ。もう、お待ちしましょうと、どうしても欲しいのでということでお待ちしたわけですね。でそれで、待ってもこれぐらいでしたね。2ヶ月かかってないんじゃないかな、うん、な感じですね。な感じです。柄がめちゃめちゃ可愛いですね。ちょっとめちゃめちゃ可愛い。あ、色もね淡くてなかなか可愛い帯でございます。で今日はこれすごい色出てるね。こっち側黄色っぽく緑っぽく、こっち側が黒っぽい、北谷商店さんの浜松抽選手拭いでございます。あ、こうやったら本当色違う感じで、まあ、オイランって言ったらなんか本当はここめくるんだよね。まあ、私オイランじゃないんであれですけどちょっとなんか左右対称にしない方がそれっぽいかなっていう風になんとなく適当な感じですまあ遊びです。はい、でビンゴガスリでございます。ちょっと色っぽく着れるかなと思ってなんかこれにしましたあまりフィーリングで決めただけです、すいません。で帯締めが、この柄と目立たない、あんまりこの子を邪魔しないように、添える形で紫で、足元が花柄で、赤色とか入ってるのにした、うん、帯がピンクだから。そう、そして
今日はいただいた銀箔のついた石のついたちょっとシャラーンとすごい下の方にあえてしたんだけどね。でこれはねつまみ細工なんですよ。後ろがこうなってるクリップの、これ泉ちゃんが作ってくれてるやつなんだけど、この毛をねこっちにやってもよかったんだけど、ちょっと今すぐまた整体行って髪を下ろすので、ここの毛に癖をつけたくないなと思って下ろしたら、なんか止めといた方が今邪魔になんないかなと思って止めました。はい、あんまり意味がありません。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。すいません、あんまり意味がない髪型で。はい、ですね、あれカレンダー変えてないじゃない、11日ですね。冷蔵庫の豚バラ肉を食べなければいけない。11日ですね。5月の11日です。はい。そうですね。私的な、もやもやしてたことが解決した。いつぞや、自分のパンツがなくなったって言ってたんですけれども。見つかりました。洗濯ネットに入りっぱなしだった。私パンツはね洗濯ネットに入れないんだけど、なんかこのブラ付きのこのタンクトップと一緒に洗濯ネットに入ってたみたいで、それ取ることもなくまた洗濯ネットごと干されて、またその洗濯ネットは他の洗濯物を入れて洗われてっていうのを繰り返してて、あ、なんか入ってると思って出したらパンツでした。見つかってよかった、わあ、あったーって超喜んでました。はい、私的なちょっともやっとしたことが解決したことです。はい、あとは今腰の調子が悪いので整体に行きます。着替えていきます。かわいいですね、こういう帯をしてこうテーマを決めて、ちょっとコスプレまでいかないけど着物っていう、枠の中で遊ぶっていうのも非常に楽しいかなと思います。まあでも普段着あってのことなんですけどね、コスプレばっかりしてたくないなっていう感じはするんですけどね、普段着あっての、こうテーマを決めての遊びかなって思う。どうなんだろう。うん、まあ人それぞれですね。はい、あとはそうですね、特にないかな。うん、着物交換会第2回着物交換会は妄想でスタートしております。ホームページに、第2回着物交換会の、ご意見箱を作っておりますので、皆さんどしどし書き込んでください。どんなことをしたいかとか、何をしたいかとかですね。第1回の時に来られた方とか来られなかった方とかで、まあやっぱり私何度も、いろんな方に直接動画見てる方にお会いした時に、第2回しないのってお話を何度も聞いてるんですよね。でするとしたらどこがいいっていうのを聞くと、みんな同じとこがいいって絶対答えが返ってきて、あ、そうなんだと思って、じゃあやっぱり石川県でした方がいいのかなっていう結論に至ったんですよ。なので、次回もやるとしたら、石川県でしようかなと思っております。はい、あっつ前髪めっちゃ伸びてきた。はい、そんな感じでございます。その他の県で何かしたいっていうのは、まあ前ね、愛知の東海の方でね、小さい自分たちのコミュニティで着物交換会しようとかっていうね盛り上がりもあったりしたんですよね。LINE グループでね、確か関東さんもしてたよね。みんなで持ち寄ってチクチクしようとか交換しようとか、その LINE 同士の中でもう仲良くされてて、着物初めましての方に、着物持ってる方が、じゃあ私のこれあげるよ、もう若いのやし使わんしとかね、そういう会話とかもあったりするので、小さいのはちょこちょこ実はあるんですね。
なのでそういうのとかも、細かく、参加されるのは楽しいと思うので、ぜひ、全部ホームページの方を見れば分かりますので、ホームページ行っていただきたいなと思います。はい、あとは、できればチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンも、できればたまには押していただけたら嬉しいかと思います。お願いいたします。はい、それぐらいかな。その評価が高い方がイベントがしやすいっていうのがあるので、みんなと集まりたいので、最近別にまあチャンネル登録者数は別にいいやっていう感じでいたんですよ。別にみんな LINE グループがねあるので、いろんな地域のチャットのあるし、あとインスタでもすごく一人ずつとね楽しくつながってるので、目に見えてのチャンネル登録者数ってあんま気にならなくなっちゃって、別に何も思ってなかったんだけど、やっぱりでっかいイベントをするならある程度チャンネル登録者数がいた方が、いろいろと交渉しやすいかなと思っております。はい、なのでチャンネル登録お願いいたします。あとグッドボタン押していただけたら嬉しいかと思います。このつまみ細工いいねぐらいな感じでいいと思います。これかわいいよね、こういうちっちゃいのすごい便利で、これねちっちゃいやつね、もう髪の短い方とかもすごい便利だと思う。前髪厚い時こうやって止めたりとかねできるから、もうどんどん幼くなってくる。45です。ですね、そんな感じでございます。そうやって、楽しめたらいいなと思って、そんでね再来年みんなとね集まるイベントをね今から作っていってね、そうでね、やっぱり楽しいお声もあって、今時間が少しあるから、じゃあ再来年に向けて着物交換会の時にどの着物を持って行って次の方に来てもらうために継いで行ってもらうかっていうのを選別しようということをしてくださってる方ももうすでにいらっしゃいます。自分の着物ダンス開けてね、これはなんていうのかな、ほらこれはこの子にあげようとかっていう着物は別にいいじゃないですか。娘さんとかね、いろんな方がいらっしゃるのはいいんだけど、不特定多数の方にでもこの着物は着物として誰かに着てもらいたいなっていうのがあったりとか、これ着やすいんだけど今ちょっともう柄が合わなくなって自分の趣味に、でも誰かに着てもらえたら嬉しいなとかっていう着物とかがあったら、避けとこうっていうのをもう今からしてくださってる方がいて、でそれが今の楽しみになってもらえたらもうすごくね正しい使い方です。第2回着物交換会の今から行くという体でみんなで楽しんで、こうなんていうのかな、そこに気持ちを持っていくとやっぱりね、明日のこと、明後日のこと、1週間後のことどうなるんだろうとかね、いろんな不安はあります。どんどん暗くなってくるなっていうところもあるけれども、じゃあすぐ楽になるかって言ったらそうでもないし、来年はきっと今年のしわ寄せで大変だろうしっていうのはあるけど、再来年はもうねめちゃめちゃ楽しいに決まってるよっていうぐらいにちょっと楽観的に思えるところが、逃げ道が一箇所あったらいいなと思ったので、私はねそういうねちょっと楽観的な楽しみを一個作って、ちょっとモヤモヤする時があってもね、そこに向かってたまにふと暗い気持ちに引っ張られそうな時にね、その楽観的なキラキラした楽しい目標を大事に取っといてね、私にはこれがあるんだ、大丈夫暗い気持ちに持ってかれないよっていうのをね自分に聞かせてやってきたのでね、結構効果があると思いますんで、皆さんの役に立てれば幸いでございます。ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。はい、でまあナタデラは、去年は苔の生い茂る美しい梅雨時期に行きました。本当にね、私ナタデラ一応ね四季行ったことがあるんですけど、
苔が一番美しいのは雪解けでしたね。で梅雨時は本当に もう潤っててめっちゃ綺麗です。で秋は逆に苔がもう疲れちゃっててちょっと悲しい感じです。だけど紅葉がめちゃめちゃ綺麗ですだからいつ行っても素敵ですね。春は春でね、なんだろう、山桜とかも咲いてたりしてめちゃめちゃ綺麗なんですよ。うん、いろいろ美しい場所、ポイントはあります。冬は入れませんでした、雪がいっぱいでもう雪すかしが途中で止まってましたあれ大雪の時だったからだと思うんだけどね。それもまたなんか面白かったんだけど雪の時はやめた方がいいなと思ったはい、そんな感じです。ナタ寺はそんな感じでね、四季折々楽しいでございます。で湯の国の森は、ホームページ湯の国の森で検索したら分かるんですけれども、いろんな陶芸体験とかいろいろな体験ができる和の体験が集まったスポットみたいな感じになってるので、1日いても楽しむ、もう小さいお子さんも楽しいとこでございます。ご飯も食べれます。で駐車場も広いです。めっちゃ楽しいとこでございます。まあいろいろ楽しいとこあるのでね。あと私がまあよく利用させてもらってる着物オフさん、ジャンムルケイさん小さいからね、ちょっと何百人もで行くの大変かもしれないんですけど、着物オフさんなら大丈夫かなっていう感じがしますね、私的には。はい、またそういうところも行ってみたいなっていう要望がありましたらぜひぜひでございます。いろいろ と、要望を書いてくださいませ、お待ちしております。はい、それをみんなも見れるからまた見て、それを見た上で自分の意見を書いたりとかっていうのもいいと思います。まあ時間いっぱいありますのでみんなで楽しめたらなと思います。はい、そんな感じで喋ってたらちょっと腰痛いの治ってきた整体行かなきゃいけないのにそれじゃあ整体行きます。はい、皆様良い一日を。いらっしゃい。な、何それ。こんな撮ってどうだ。人のご飯食べるなら撮ってもらってダメやと思う。ネタ。ネタ？それ何のネタで？え？生きるっていうのはネタってことですよ。あ、生きるっていうネタ？何？それ何？なんか乗せようとしてる。はい、はい。今日のダブロさんのお弁当は？今日の弁当はちょっと食べかけですけど。はい、昨日も残り物です。ガパオライスにして昨日食べた。すごい、何それ。ひき肉と人参と、まあ、ピーマンと細かいですね。これね、これ何やろ、これニラと豚肉と豆腐とこれなんか炒めたんですね。でこれはあれだ、スナップエンドウ、うん。でこれはあれ山から山菜取ってきたやつね。でこれピーマンのなんか、なんか、ピーマンとマヨネーズと、かつお節がなんか混じって炒めたやつ。マヨネーズでなんかあえたやつなんかな。昨日残り物です。何のネタやねこれ。何個？3個。タルタルコーン冷凍3個ください。さすがにもう今日の分はパンは買えんなこれな。昨日買ったら冷蔵庫いっぱいになってしまった。だってさ、普通さ、パンで5000円ってそう買えないんですよ。普通。100何十円のパン5000円分買うって相当っすよ。個数で言うたら20点って多分。ああ、そうなんですか。ほら、あ、でも、あ、全部トータルで20点やから多分。あ、クッキーがほら4袋買っとくから、うん、それだけでも全部違うし。やべ。
俺こうやって持って、うん、ダブラさんも取って、自分で自撮りしとって、何やそれ何それ、あ、そうか、まあいいか、やっぱ冷凍ができるってやっぱ強みだよね。ああ、そうですかね、うん、やっぱ普通のパン屋でパン買って冷凍しようかっていう気、うん、そういうほら袋にも入ってないのし、ほとんどがちゃんとこの袋は冷凍できるように対応しとるパンの袋やろうし、そうなんですよ、ね、これ売りがあるの、結局袋が問題なわけで、中身のパンが冷凍に相性がいいとか悪いとかじゃなくて、袋がその冷凍用の袋かどうかっていう問題なんで、普通のねパン屋の袋ってさ、シャバシャバしてるじゃないですか、うん、そうそう、あれだとね、穴が開いてるから水分が抜けるね、そうなんですよ、ね、あと匂いもすごく吸うし、あ、匂いもやっぱすごいな、まあ、これは本当にやっぱ冷凍できる値が一番強いだよね。慌てて食べなくても大丈夫っていうそれがやっぱり、ね、あれ俺ほらバッグ忘れちゃったダブルさん、どんだけでっかい忘れ物するの情けないね、だって俺中学の時中1の時やったかな、普通ほらこうやってカバン持って行ってきますって行く前ね、はい、それをカバンを持たずに1キロぐらい歩いたもんねでうち兄貴おれんけど、兄貴がバイク乗ってお前学校のカバン忘れとるやないかっつってバコーンって頭殴られて渡されて、そういうことはじゃあまた行くね、はい、ありがとうございます、行きたいんですよ、うん、また落ち着いたら、はい、遊びに行きたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。